は豊橋競輪場のポスター見たことがありますか？最新のものは巨人の星のパロディで選手たちがコスプレをしています。豊橋競輪場のホームページで見られるのでぜひご覧ください。さあ、スピードフロントライン、先週までの主な出来事です。菊池武人選手の A 級 1,2 半戦2場所目の結果です。3コーナーから2センター、3番手から差を詰めてくる3番の里見光平ですが、4コーナー回って、これはもう独走だ、強い強い、5番の菊池武人です。2センターから4コーナー、一本棒の体勢のまま4コーナーに帰ってきた。先頭は菊池、この番手から7番の小林だ、小林圭介が刺した。マッチレースになってきた。2センターから4コーナー、逃げる菊池、菊池逃げる、番手から追い込んでくる5番の小林、小林追い込んでいきますが、振り切った、今日は菊池。優勝を飾った菊池選手ですが、2日目の準決勝で2着となり、デビューからの連勝は13でストップ。 S 級への特別昇級は出直しとなりました。10日 JKA から無観客開催の実施及び競輪場場外車券売り場の発売払い戻しの中止について発表がありました。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、3月12日以降も当面の間、本場での車券発売払い戻しは実施せず、無観客で開催されます。また場外車券売り場での発売払い戻しについても当面の間実施されません。車券の購入はインターネット投票、電話投票をご利用ください。続いて特集コーナーです。今週は2本立て。まずは日本競輪選手養成所で行われた第2回トーナメント競争です。 JKA250 で行われた第2回トーナメント競争、卒業まで1ヶ月を切り訓練も佳境に入る中、候補生たちは自身の実力を測るため全力で競争に挑んでいました。実力上位のメンバーが揃った118回生決勝、ゴールデンキャップを2度獲得した長塚候補生、ジュニアオリンピックで優勝経験のある下城候補生、圧倒的なスプリント力で一目置かれる尾形候補生の3名が予選すべてを1着通過で勝ち上がり、完全優勝を目指します。蓋されることを避けるため前に出たという3番長塚と、そこに続く1番尾形、2番下城、残り半周コーナーでの勢いと力強いスプリントで尾形がまくり先頭へ。マークしていた下城を振り切り完全優勝を達成したのは尾形となりました。脚力を生かしてラスト1周で仕掛けられたらいいかなと思って、前にできれた時はこのまま行ったらいけると思って最後まで踏みました。どちらかというとドームよりも外の方が得意なんで、次この今回優勝して次に自信がつきました。続いて行われた117回生決勝、山口浩二さんの息子健也候補生と成清隆之選手の息子龍之介候補生が勝ち上がり、ジュニア対決に注目が集まります。そんな中、虎視眈々とチャンスを狙っていた候補生がダークホースの活躍にドームが沸きました。先行した5番の番手でタイミングを図る3番松岡達弘、1番山口が前に出ようと踏み出すと、それに合わせて松岡も踏み出し先頭を譲りません。外から2番成清も追いかけますが、なかなか前を捉えきれず、絶好調の松岡はスピードが落ちることなくそのまま1着入線。ライバルたちを抑え養成所生活で初の優勝を手にしました。山口健也さんが、まあ、普段の競争訓練でも切れ味とかすごいんで、後ろにいると思ってちょっとビクビクしながらスタートしました。ラスト1周で外側にかぶってるのが見えたんで、できれば優勝できるかなと思って2コーナーでできたんで、ちょっとあそこで確信しました。まあ、この第2回トーナメントで優勝という成績を収められたので、まあ、この流れに乗って卒業記念も優勝できるように頑張りたいと思います。続いての特集は、
8日に玉野競輪場で行われたルーキーチャンピオンレースです。3月8日玉野競輪場で令和最初の若鷲賞ルーキーチャンピオンレースが開催されました。若手選手の育成を目指して行われるレースで、およそ半年前にデビューした115回生ナンバーワンをかけた一発勝負。すでに S 級で活躍している3人を含め、選ばれた9人の選手の技術とプライドが激突しました。注目を集めたのは、S 級の F1 で優勝2回を誇る高橋慎也。この後は G2 のウィナーズカップにも出場予定です。また、ナショナルチームの B チームにも所属し、競輪と競技の両方での活躍が期待される小原優太。そして学生時代から頭角を現し、自転車競技ジュニアオリンピックでの優勝経験を持つ朝倉智人。実績上位の3選手がレースの中心です。これからの競輪界を引っ張っていくであろう選手たちがしのぎを削った注目の一戦。結果はどうだったんでしょうか。号砲鳴って第9レース、第115回生ルーキーチャンピオンレース若鷲賞のスタート。2コーナー4番手高橋がまくる、番手から4番木野、番手まくり、木野の番手前、その上をスピードでねじ伏せた高橋が、3番の朝倉、後方から7番の小原優太が迫る、4コーナーバッター1番高橋先頭、高橋先頭、3番の朝倉、朝倉が追い込んで五輪、3番1番7番朝倉を飛ぶ人。逃げた高橋、外から追い込んだ小原優太、レースを制した朝倉と直線は S 級3選手によるデッドヒートとなりました。取りに来てるんでちょっと悔しい部分もありますけど、ここで落ち込まずしっかりこれをバネに次からまた頑張っていきたいです。そうですね、最終的には足の差になったと思うので、もっと足つけてもっと競輪を指令して勉強したいと思いますね。優勝したっていう実感が湧いてなくて、本当に驚きとしかないですね。想定通りで、自分たちが最初ペース上げて中段入って、そこからの巻き返しができればと思って、うまくいったんで本当に良かったと思います。ちょっとずつ調子も点数も上げていって、特別競輪、4月に初めて記念走るんで、そこでもっと活躍できるように頑張りたいと思います。トップ選手への登竜門ともいえるルーキーチャンピオンレース、優勝した朝倉をはじめ各選手の今後の活躍が期待されます。以上、特集コーナーでした。続いてはこちらです。さあ、競輪リンリン、今回登場していただくのは、前回出演していただいた山崎賢人選手からのご紹介、静岡107期の柳田和樹選手です。柳田選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、山崎選手とはどのような間柄なんでしょうか。競争行った時に仲良く話してあげてますね。話してあげてる、その話してあげてる山崎選手からこんな素敵な写真をいただいております。ご覧ください、はい、あら、このT シャツかっこいいですね。これ何の T シャツですか。ありがとうございます、それは、柳田和樹 T シャツなんですけれどもあのこの写ってる顔写真は柳田選手ですね。はい、僕です。素敵じゃないですか。ありがとうございます。これちなみになんですけど、どうしてこの T シャツは生まれたんですか。そうですね、これは、道県の渡辺優太さんが、僕の S 級の初優勝を祝って作ってくれたやつ で、 そうですか。実は、僕自身もサプライズでもらったやつなんですよ。そうだったんですね。これを皆さんが着てるのを見て、柳田選手はどう思います。そうですね、でも僕が着てて最初、で、それいいねって言われた人にはみんなあげてるので、みんな着てくれて嬉しいです。そうですか。じゃあこれからもどんどん柳田 T シャツ人口が増えていきそうですね。そうですね、期待人いれば
はい、そして山崎選手からメッセージいただいていますのでご紹介します。はい、早く滝行に行きましょうとのことです。約束してるんですか？いや、約束っていうか、この間滝行に行こうぜっていう連絡が来て、いきなりなんですよ。連絡が来て、で、いいですよって言って。あ、そうなんですね。山崎健人がじゃあ調べとくわって言ってから音信不通です。あ、そうなんです。じゃあこれをきっかけにぜひ滝行に行ってあげてください。そうですね、行く気満々なんですけど。そうですね。では、お写真を交えながらいろいろプライベートをご紹介していきます。まずはこちらです。これ車内ですけど、堀内選手とどこかに行ってるんですか？そうですね、それは1月に宮古島に行った時に、レンタカーを借りて、いろんなところドライブしたんですけれど、その時のいっぱいです。そうです。これじゃあ完全プライベートですか？はい、プライベートです。あ、そうですか。じゃあ続いてのお写真こちらです。お、かっこいいポーズで決めてますね、柳田選手。はい、これはどこの写真ですか？それは竹富島っていう島なんですけれども、ちょっと綺麗だったんで頑張りました。ちょっと決めたらすごく素敵なポーズだなって。はい、ありがとうございます。いや素敵ですよ。え、これはどなたと一緒に行ったんですか？これも宮古島、堀内さんと一緒に行った時。あ、そうですか。堀内選手と本当仲いいんですね。そうですね、結構ついてきますね、堀内さんが。そうなんですね。そして最後に、こんな素敵なお写真もいただいてます。お、海をバックに。はい、いいですね。綺麗でしたか、海？そうですね、ちょっと綺麗だったんで、2人で撮りたいねっていう話をして、そこら辺に歩いてる人を捕まえて写真撮ってもらいました。そうですか。じゃあ充実、本当プライベート充実してるといった感じですね。そうですね、楽しかったです。そうですか。ではプライベートの話をここで置いといて、競輪の近況についてお伺いしたいと思います。近況いかがでしょうか？はい、最近はちょっと落車が多くて、あんまり流れが良くないんですけれども、これ上がっていけばいいと思います。そうですね、やっぱり今後に向けてということですよね。そうですね。ではファンの方にメッセージをお願いします。はい、まだまだ頑張ります。応援よろしくお願いします。分かりました。柳田選手、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、競輪りんりんでした。続いてグレードレースのお知らせです。3月20日から22日まで久留米競輪場で第10回国際自転車トラック競技支援競輪が開催されます。主な出場予定選手はご覧の通りです。トップ選手たちによる白熱したレースにご期待ください。最後は2017年シェーン・パーキンス選手が優勝した国際自転車トラック競技支援競輪決勝戦の VTR を見ながらお別れです。今週も楽しい競輪ライフを。コースを7番佐藤を踏み込んで最終周回にコーナーからバックステッチ、今度は3番手2番のパーキンスまくっていった。合わせてバックバックに1番高橋ですが、まくり切って2番パーキンス先頭、後ろ1番高橋と7番佐藤を踏み込んで4コーナーから直線コースに行きました。2番のパーキンス先頭、7番の佐藤を踏み込んで突っ込んできますか、並んでおり。